ちは。こんにちは。さあ今日の袴田チャンネルはこちらです。東大のブロック10です、はい、この伊沢拓司さん率いるクイズノック監修の10種のゲームだから、これ一つで10種類のゲームができるっていう、はい、そう、すごいですね。しかもちょっとやったんですけど、うん、めっちゃ面白いです。楽しい。でこちらをですね、はい、使って、うん、ゲームといえば、はい、こちら最弱王決定戦。だ今回は勝ち抜け方式で3試合します、はい、まあ、10種類できるんで、はい、その中から3つやるものを、取って、はい、で3試合して1位から勝ち抜け、はい、で最後に1対1で最弱王決勝戦やっていきたいと思います、はい、まずはですね、今日一番最初にやるのはパズルというゲームです、はい、パズルというゲームはですね、このパズルのカードがたくさんありまして、でこの書いているパズルにこの決められたブロックを使って一番早く決めた人が勝ち抜けです。はい、そうです。でレベルも結構ね、いろいろあるんですね。そうそうそう、はい、最大が5でね、いろんなやつがあるんで、はい、レベル3とか、はい、今日はもちろんレベル5です。本来のゲームのね、はい、ルールはこのたくさんあるパズルを全部やって、でそれで完成させて1番になったカードを何枚集めれるかっていう勝負なんですよ。パズルを何回も何回みんなでやるんですね。そうそうそう、やって、うんうん、その中で5枚できたとか、はい、4枚できたとかって言って一番多い人が勝ちなんですけど、今日は一発勝負です。はい、わかりました。一発勝負のこの三面体キューブ、うんはい、これを一番最初に作った人がまず第1回戦勝ち抜けです。はい、とりあえず1位は何秒かっていうのも測ります。そうですね、皆さんがね、もしこれをお買いになってね、はい、やるときにね、どのぐらいでどれぐらいでレベルかかわせいきますよ。はい、よーい、スタート。むずい。あー全然違うな。これハマるな。難しい。うわ、できると思ったのに。できるのか。東大の！うわぁ！嘘！嘘！東大の！うわ！私、絶対負けませんから5分30秒むずい、むずい、はい、はい、じゃあ、続いて、はい、佐藤さん、最後まで残ってくれないとまた負けるの私たちじゃないですか。柔らかいんで伊沢さん、札だけいけますからね、何かあったら呼んでくださいよ。あ、てっぺん取りです。あ、てっぺん取り。てっぺん取りというゲームはですね、このシートを使います。はい、で、この 5×5 の正方形のところにこう好きにブロックを置いていくんですけど、3段までしか積み上げちゃいけないんです。そうですね。で、その上から見たときに一番自分の色が多く面にあった人が勝ちというゲームになります。最初はグー、ジャンケン、ホイ、アイコでしょ。最初はグー、ジャンケン、ホイ、アイコでしょ。じゃあ、こう、こう、こうですか。はい、また個性強い置き方してくるね。かく乱作戦。これめっちゃ考えますからね。うん、これはありですよね。これは OK。 うん、これは OK。 あずらくんじゃない、あそこの2さんもじゃあ置けないってことですよね。置けるよ、置けるよ、置ける、置ける、これとかで置ける。教えちゃダメですよ。え、あ、え、3点出すじゃん。
でもちょっと不正行為に近いことありますね。でもそこ動かなかったからね。いや俺ねトリッキーなことしすぎじゃん。あ、そうやね、シンプルにね。はい、これで、うん、はい、そうなんですよ、その形置きたいですよね。そうなの、こうしよう、はい、うん、はい、面白い、なんかすごい。まだお金打ちは変えてもいいですか。うん、置いた置いたっすよ。え、そんなルールないですよね。まだ置いてないですよね。置いたもうないですよね。もう手離してるからね。間違えた、今置くとこ間違えた。うん、これで終わりでしょ。終わり、終わりだね。さあさあ数えてください。じゃあ上から見て数えます。じゃあまず先生、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9、 私 1,2,3,4,5,6,7,8。 よし、大空くん1,2,3,4,5,6,7、 先生よっしゃー、最弱王先生勝ち抜けです。ありがとうございます。あとはよろしくお願いします。あー、気分がいいわ。皆さん、お待たせいたしました、最弱王決定者です。テンション上げろよ、テンション上げろよ。赤コーダー、前回最弱王決定戦デュエンディングチャンピオン、先生から肩書きをもらい続けるのか、アウトラー、ワーオ。青コーナー、冒頭で最近は負けてないと調子ぶっこいてるからこんなことになるんだぜ、でも最後には勝つ、あい、白馬だ。おお、それいい。それいい。よし、にらみ合ってもらって。発狂い？発狂い？発狂い。さあ、何やるんですか、決勝は。最後は直角というゲームを、はいはい、行います。はい、簡単で本当にブロックを積み上げていって倒した方が負けというゲームなんですけど、うん、このサイコロがあります。サイコロを振って出た色をこう積み立てていくと、はい、角を重ねるように、はい、やっていただくという、はい、で最初のブロックはじゃあもうこれに決まりと、はいはい、じゃあ先行後攻じゃんけんで決めてください。はい、あー、見えた見えた見えた。よし、いくぞ。最初はグッ、じゃんけんぽっ、ほら見えたー、イエーイ。まあじゃんけん、じゃんけんの勝負してるわけじゃないからね。はい、いきます。星、なんでもいいってことか。好きなもの、あ、星はなんでもいい、はい。どう重ねていいのか、こういうことか。そう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 、はい、ピンク、あ、ピンク、おお、やばい、手震えてきた。イエロー、やばい、いや、わかるわかる、なんか震えてる。ピンク、醍醐味が、あとあの、いや、そんないっぱいあんのに長えんだよ、選ぶのがよ。シャンシャン言ってほしいですよ、ここでまだ落とさないんで。そう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 、ちょっと待って、あ、ちょっと待って待って、切るが切る、すごい震えてる。待って待って待って、
モさん全然平気なんですね。うん、よし、難しい。ちょっと変な形になってきたからね、うん、私好きなんですけど。おすごい。俺もあのもし青空の外科医だったら絶対一緒に使わない。何でも気にせよ。青もうこれ多分視聴者はもう全員ハノバさん勝つと思ってるよ。いや、わかんないわかんないわかんない。あんなに手震えてたら無理やろ。ハノバさん、それはダメです。これダメなのか。何を気にしてんの。どういうこと。コメントも震えてる。落ちますよ。あー、それ、大丈夫。あーあーチーあざーす。でもまあね、まあ、こうやって遊ぶんですよっていうのはね、はい、見せれたんでね。そうですね、はいはい、ということでね、今回の最弱王は高間さんなんで、バスケ。じゃあ罰ゲーム、一発ギャグやります。変化球。わー、すごいカーブだー。打てないから変化球、返却。